思い出がこれを読んでいるコールインタです。今回はですね、糖質制限ダイエットを語りたいと思います。男のですね、糖質制限ダイエット、僕の場合はですね、まずだよ、糖質をまず制限、だから糖質をまず制限しなくちゃいけないんですよね。といった場合にはちょっと待ってくださいね。といった場合、それはどういうことかと言いますと、まず糖質を制限しなくちゃいけないんですね。はい。糖質っていうのは塊、白いザラメの塊ですよね。はい。まず僕は大好きなチョコをやめます。はい。僕ね、チョコ食べ出したら止まんないんですよ。これ話長くなっちゃうんだけど、チョコでもカカオ 75% とかっていうの売ってるじゃないですか、スーパーとかで。あれはビターな感じで、大人風の味で、糖質が入ってなくて、カカオマスガーナとか木の実みたいなね、中開けると種子みたいなのが出てきて、種みたいな、銃を詰めるね、ガトリングみたいな、クシャクシャクシャみたいな感じの、ね、わかります?あれ、種からできてるんですね。で、カカオマスの場合っていうのは味がね、ちょっとね、薄いんだけど、こう、チョコ本来の味を楽しめて、こう糖質は取らないようにね、カットされてる。でビールもそうじゃないですか。僕ビールとかお酒飲まないですけど、淡麗なんかね、糖質オフなんかってありますけど、ね、糖質気にしてる方はね、ああいうの飲んでるんですけど、僕なんかはまず糖質はチョコからやめます。アイスなんか食べれないよね、はっきり言って。大好きなんだけど、僕パフェとかね、大好きなんですよね。はっきり言えば僕も早く言えばプロレスラーの真壁刀義さんみたいに、ああいう風にスイーツが大好きで、いいかおめえらっつってね、こう、このデザートのね、アーケードの前で、さ、今からこのショートケーキを一気食いしてやるとか、そういう感じの僕もね、タイプなんですよ。で、甘いものってやっぱ美味しいじゃないですかね。で、甘いものが食べたくなるときってやっぱり、疲れた時とか、体が欲しがってる時なんですよね。だから無性に濃いものを食べたくなる。ラーメンとか、ね、食べたくなる時たまにありますけど。むしろもう、米がもう糖質ですから、米、パン、だから糖質なんか食えないさ、朝。米、炭水化物のマシンガンだからダメなんですね。ポテトなんか持ってのかです。はい。意外と豆腐とかにも入ってます。で、野菜にも実は入ってて、野菜って痩せると思ってるんですけど、実は野菜って結構食べ過ぎちゃうと太っちゃうんですよね。野菜は完璧な食品なんですけど、体にもいいですし、一つだけ罠があって、それが糖質なんですよ。糖質で、野菜にも糖質があって、だから何かしらこう、罠が仕掛けてあるんですよ、食べ物にも。うん。僕なんかよくキャベツの千切りなんかね、パックで買ってきてマヨネーズぶっかけて食べますけど、やっぱ太りましたね。一時痩せたんだけど、そればっか食べて痩せたんだけど、なかなか100円で毎日スーパー行ってね、賞味期限すぐ過ぎちゃうから買いに行くのもめんどくさいんで、じゃあパパの食べられるもんないかと。まず糖質オフにすれば痩せられるって言ってるんですよ。インターネット上でね、ある女性の方がチーズと肉だけ食べて、10キロぐらい以上1ヶ月痩せたって人がいて、あ、糖質はそういえばないなと。特に代表的なのはケンタッキーフライドチキン。鶏肉のももとか胸なんかは、もう鶏肉はない、ゼロカロリーぐらいに近いってもね、糖質がだよ。うん、カロリーはありますけど、うん。だから、ダイエットしてる人はまず肉を食えって言いますよね。肉と、あと、あとね、乳製品。うん。この二つですね。で、僕もそれ実践したことあるんです。例えば、スーパー、西友なんかで、向こうの奥にある赤肉、アメリカ産の肉を、3パック買ってくると1500円超えちゃうんですけど、それで家で焼肉やったことがあって、それを毎日食べてたら、1日1キロずつ痩せていったことがあって、でも毎日買うわけにはいかないです。高いからね。うん。このまま行けば痩せていったんじゃないかって思いますけど、あとよく噛んで食べることですね。咀嚼は1回30回ぐらいですかね。それでも十分お腹が満たされるんですね。で、本当に糖質制限ダイエットって悪いって聞くんですけど、一定期間は全然僕は健康的だと思います。はい。
むしろ糖尿病とかが治ったっていう症例もありますね。はい。で、完璧な、完璧っていうか、ね、ちょっと糖質を取る、簡単なダイエットは、これ糖質はちょっと取りますけれども、お教えしたいと思います。まず、野菜を一つ、キャベツの千切りだったら、100、200g の一つ皿に盛っておいて、で、右に、プロセスチーズを一かけらじゃない、6B チーズを丸ごと6個。で、手前に、ハンバーグみたいなのを置いて、肉、鶏肉、豚肉でもいいですけど。だから、おかずのみでダイエットしてみてください。そうすると、まず野菜から食べると糖尿病予防になりますよね。それで、後のものを全部食べちゃえば、これがまたね、糖質制限ダイエットの完璧な僕は、シナリオっていうか、だと思うんですよ。方法だと思うんですよ。というか、肉、乳製品、野菜、健康的に痩せるにはこの3つだと思います。で、ご飯とか炭水化物は取らない。ついね、お肉だとご飯が欲しくなっちゃうんですけど、で、僕が、今実践しているのが、プロセスチーズはいくらでも食べてもいい1日。ってことにしてます。自分の中のルールで。で、あと、もやしを買ってきて、クックドゥのもやし炒めの素をちょっとだけかけて、で、ちょっと醤油をかけて、もやし自体がもうカロリーが少ないですから、安いですし。僕は買うとか、1パック 100g ぐらい入ってて、17円だって。で、もやしとチーズで今ダイエットしてますね。糖質制限。もやしとチーズだったら糖質がないじゃないですか。もやしって水分ですから。で、チーズは、塩分はありますけど、糖質は 0.2g かな、大体。1かけらあたり、1ピースあたり。6P チーズだったら1個あたり。あと、ブラックペーパーチーズって言って、ベビーチーズ4つぐらい入ってるのを買ってきてます。それを自分今実践してるんですけど、あと、たまにちょっと走りに行ったりしてるんですけど、1週間で僕、今のところ3キロ痩せました。1週間で。で僕、新陳代謝がいいんで、おそらく3キロ、1週間3キロはね、ヘのカッパなんですよ。だけども、自分って、毎日食べたいなんですよ。心の中が。これからも、ちょっと今からハンバーグやってくるんですけど。ね。僕は食べるのが一日の楽しみで、食べるだけあればもう、何の趣味もいらないってぐらい食べるの大好きなんですよ。音楽は聞く、ワンオケロックとは聞きますけど、まあ、やっぱり食べることが今すごいかな。小学校6年生からずーっと食べるのに執着してて、だからもう16年間ぐらいずーっとお腹空きっぱなしです。食べたくない日とかないからね、僕。それぐらい健康っちゃ健康なんですけど、毎日お腹空いてる。さっき食べたばっかの1時間前なのに、もうすんげえ空腹で、何でも食べれちゃう感じ。昔僕は全盛期の時なんか2010年のね、あの時はすごかったな。マックでもいろいろ出たでしょ。ルグランバーガーとか、なんか、あと、ブロードウェイバーガーとかさ、あとすき家毎回焼きの時は夜行ってて、チーズバーガーの、チーズ牛丼のメガ買ってきてさ、そう。それを毎日繰り返してて、デブ。まあデブっていうか、90キロまでは全然体重がいくら食べても上がんないけど、80、90行ったり来たりかな。で、2010年はめっちゃ食った。1日5、6食は普通に食ってたからね。朝カップラーメンと味噌汁飲んで、昼は食堂でご飯食べて、で夜は、すき家のメガと、下手したらハンバーガー3、4個食べてて、マックの。で、また11時ぐらいになったら、車でモスバーガー行って、飛び切りとか買って、で、夜中の2時にまた目が覚めたら、ちょうどいいタイミングで目が覚めたら、今度は、どこ行ってたっけな、あれは。下手したら、セブンイレブンとか行って弁当とか買ってましたね。それぐらい食べてて、それでも90以上は絶対行かなかったね、あの時は。80行っても86、7かな。糖質制限ダイエットって一番効果ありますね。
今実践してるから分かりますけど、糖質を抜くだけで体も軽くなるし、朝起きた時の目覚めもいいんですよ。で、だるくない体が。で、仕事も汗かかないし、あんまり。糖質を制限するだけでこんなに変わるんかなと思って、今、僕男ですからね。これは人それぞれ体質によりますけども、あと、糖質制限ダイエットしてからなんかね、こう自分の中のね、このなんか、病気じゃないけど、なんかこう、排出物とか、こうなんか体の巡り、血の巡りとか、頭も軽くなったし、なんか良くなったような気がします。なんか糖質だけで。で、糖質って人間にとっていい、絶対いいメリットってないんですよ。ね、悪いメリットばっかり、糖尿病になる人取りすぎると。あと、体もだるくなるし。糖質だけは人間の体の敵なんですよ。ね。みんな糖質で食べ物入ってるからしょうがないんですけど、だからチョコなんか食べてる人は、案外ね、体に悪いんですよ。でも、カカオマスが、こう、体の中を調整してくれてるんで、健康にしてくれてるんで、カカオマスが助けてくれてる感じで。あれ、カカオマスがなかったら、ただの砂糖を食ってる感じです。砂糖食ってるだけですよ。体に、砂糖ってめっちゃ悪いんですよ。うん。そう。砂糖を取り入れて体の中が、病気のこの悪臭源っていうんですか、悪玉をこう増やす、逆に増やす悪いやつなんですよね、砂糖って。そう。だからアイス好きの方って注意した方がいいです。アイスって、ね、ガリガリ君とか、夏は結構ね、アイスやられちゃう。チーズって発酵してあるから完全食品って言われてて、ビタミン A とかたっぷり入ってるんですよ。で、なんだろう。がん予防にもなりますし、あとは、こう、免疫力の向上。ね。これから寒い冬なんかチーズを食べて、冬を乗り切れってね。逆になんでチーズって、なんか動物性で太らないって言いますけど、その逆なんですよね。研究結果では。一番の完全食で一番の健康食って言われてて、とにかく発酵食品ってつくのは腐らせてあるんで、健康なんですよ。納豆とかね。納豆はね、僕は敬遠してるんですよ。太るからあれ。あれ太るんですよ。まして付属のマスタードと醤油つけちゃうと、もう甘くなっちゃってダメ。僕なんか納豆食べるときはマスタードだけでしてますもん。醤油は全然一滴ぐらいかけるとしたら。そういうことなんですよ。野菜も糖質があるからね、野菜も食べ過ぎは太ります。はい。だからね、そういう風に考えると僕最近、考えるの面白くなってきてるんですけど、スーパーとか行って品定めとかしてて、これは糖質がありそうだなとかね、これは糖質がないんじゃないかとかね。小腹が空いたらね、おすすめのお菓子があります。二つ。野菜チップスと、これはローソンによく売ってるんですけど、野菜チップスと、あと、通販とかで買えますけど、あと、ナッツ類ですね。ナッツ類っていうのは健康にいいです。カシューナッツとか。だからね、僕はね、ナッツ類ではあれが好きです。グラノーラ。朝ね、こう、一回おっかあがでっかいパックで買ってきたことがあってですね、僕も食べたんですけど、美味しかったです、スプーンでね。よく噛めば、もうあれも甘かったな、あれも糖質あるな、結構な。あと、カロリーゼロとかってありますけど、カロリーゼロのは体に良くないらしいです。あれはパステルファームとかいろんな添加物が入ってるんで、なぜゼロカロリーなのか、なぜゼロカロリーであんなうまいかって皆さんよく考えてみてください。ね、あれはいろいろ入ってるからなんですね。だから、あれは絶対倒っちゃいけない。だったら、コカ・コーラのカロリーがめっちゃあるやつ飲んだ方がいいですよ。一気に。たまにね。だから僕は土日、肉を解禁してます。普段の日はチーズともやしで乗り切ってます、今。もやしもね、結構ね、火を通さないといけないですけどね、賞味期限近いんであれ。